それでは時間になりましたので第3部全体会を始めさせていただきます10年後の社会・文化今、僕らがやるべきことパネリストは株式会社スプリー代表取締役安藤美冬様 <laughs> 認定 NPO 法人フローレンス代表理事駒崎宏樹様 <laughs> 社会学者古市憲利様 モデレーターは一般財団法人アスリートソサエティ代表理事為末大様どうぞよろしくお願いいたしますはい僕モデレーター初めてやるのでちょっと頑張っていきたいなと思うんですがあの僕は g 1テ4 0じゃなくてですねあの本体の方の G1 にも出させてもらっていて。 一番やっぱり結局楽しいのがナイトセッションというかナ、まあ、ナイイトトセセッッシショョンンのの後いうか、まあ、夜の飲み会になったりするんですけど、まあ、そこでいろんな全然違うジャンルの方と話をしたり新しい発見をするのがまあいつも楽しいなと思っているんですが、まあ、昨日しました発見はですねあの古市君はカルアーミルク1本でずっと飲んでいるという、ね、お酒は甘いのが大好きだという話だったので、まあ、それは白かったなと。 あで,すみま,せん <laughs> でまあなんか社会の話をいろいろしようかなと思ったんですがまあみんな結構ジャンルも違いますしいろいろ話すのも難しいなと思って、まあ、ちょっと最初は個人的な、えー、今年の夏ですねあの世界陸上に僕は行ってましてでまあもともと陸上選手だったんでやっぱりいいなと思って。 で何がいいなと思ったかって言いますとですねあの分かりやすいんですね要はウサイン・ボルト選手が、まあ、今回金メダル取ったんですけどあれが一番いいことなんですねで銀メダルはその次なんですねで3番はその次と、えー、いいか悪いかの基準が順位によってはっきりしてるのが、まあ、あのグラウンドの上の世界なんですが、まあ、引退してみてですね僕が感じた難しさというか世の中の難しい点は、まあ、今回のテーマいい日本を作る日本を良くするっていう いいの基準が実ははっきりしてないっていうのが社会の難しいところじゃないかなと思いましてじゃあどうなったら一体いいことになるのとみんなが平均的に幸せになるにはもしかするとすごい福祉国家みたいでしてなんかみんなの平均比較でやっぱり人って幸福感が変わると思うのでじゃあみんな一緒だよねってなった方が幸せなのかとか。 いろんな良さがあると思うんですけどこの「いい」っていう定義が非常になんか難しいんじゃないかなっていうのを、まあ、僕は感じたことですなので今回いろいろと話をしていく中で大きなテーマを掲げようと思うんですが政治の時にも出た「まあ、いい日本をつくってこて経済でもまあ良くしていこう」っていう中の「そのいい」の基準社会善ですね皆さんが善としているものは何なんだろうっていうのを、まあ、話していきたいかなというふうに思っています。で お三方いろんなあの立場でその社会のことをいろいろ見たりとか考えたり活動されていると思うのでまあそういう話をしていけたらいいなと思うんですがまずじゃあ古市君にですね古市君だけじゃなくてこの4人多分ほとんどの人間が炎上経験者ということでですねまあ皆さんこの中には何人かいらっしゃると思うんですが炎上をするとまあ炎上を定義しますとまあ何かしら社会に叩かれるということなんですが。 叩かれる悪いことをして叩かれたことが炎上ではなくて叩かれたことが炎上なんですねつまり悪いことをしなくても叩かれたり炎上したことになるわけです、ねで。炎上は炎上で何らかそれなりの社会的な罪のような感覚なんですけどなんで人に嫌われたり叩かれたりしたら悪いことになるんだろうっていうこれがもしかしたら先ほどから話している日本社会の中のこうちょっと。 子どもたちさっき教育の話も出ましたけどみんな一緒じゃなきゃいけないよねみたいなものがこの辺りに詰まってるんじゃないかなと思うんですがまず炎上的なもの,このみんながこう何て言うんでしょう叩たきにいくっていうこの半の感覚の話を僕、あのー、そんな有名でもないくせに何か炎上だけは結構してて。<laughs> あの先月はあの「ももクロ」と戦争の話をしたことによってちょっとももクロファンからも怒られ、まあ、韓国が好きな人か韓国が嫌いな人からも怒られちょっと、まあ、あの一部で炎上したんですけどで2か月前はあの「徳ダネ」という番組であの中学生の犯罪をやや肯定する気味のことを言ってしまったらあの小田急豊,豊かみたいでかっこいいって言って言ったったらそれで、まあ、炎上して、まあ、こういう炎上が毎月のようにあるんですね。 でも、でも別に炎上したくてしたくしてるわけじゃないんですよ。でも炎上ってまあ、すごいまあ、あの、あまりなんだろう、無理なことだなと思っていて。こっちが喧嘩しかけたわけでもないのに、勝手が向こうが勝手に一方的に怒ってきて。そこでまあ、なんだろう、せ、しかもそのちゃんとしたコミュニケーションができなくなっちゃうんですね。その炎上とかで、その批判する、してくる人に対して。また反論しても、それは別に収まる話ではなくて、結局またそこでまあ、泥沼になってしまう。ただこれって、まあ、ある程度影響力が、まあ、その。 ちょっと大きくなった人って誰でも怒ってることかなと思うんですね例えばそのツイッターとかにしてみてもフォロワー数が3000人だったら別にその誰もスルーしていたことが3万人だったらその人の目に触れる機会が増えて3万人いれば多分そのどこかしらでこれは自分の価値観と違うかなと思う人がいると思うんですねだから結局その影響力が大きくなればなるほど多分あの炎上ってものは多分起こりやすくなると思うんですねだからこれはまあある程度しょうがないこととはいえでもその 小松崎さんの話めんずしてますよね。考えたら。そうですね。うん、僕もはです、ね、今のんか一言みたいに聞いてたら、絶対こっちの大変だなとかと思いながら聞いてたんですけど、<laughs> 僕もあのネット上ではあの総化学会員で、あの朝鮮人でとかですね。あの別にそうじゃないんですけれども、あのまああるあることないことをこうガンガンあの書かれて、でまあ支持炎上しています。でその理由としてはあの基本的にはそのネット上でこう発する発言するっていうことをしているからだと思います。 でしかしです、ねまああの、これに屈してしまってはいけない。 今ネット上あの希望もありますけれども非常に全体主義的な空気っていうのはあろうかなというふうに思います僕は被災地支援してましたその2011年からのですね空気っていうのは非常にその反原発的なですね空気はとてもあり原発というのが本当に必要か必要でないかみたいな話っていうのを冷静にきちんとメリットデメリット分けて考えてみようよみたいなことが言える雰囲気ではなかったですそして被災地支援をしていた僕は福島に福島インドアポリ パークというですね、まあ、外で子どもたちが遊べないのでだったらせめて中で遊ぼう。 遊べるよようううにしっっていうインドパークを作ったんですけどその時もひどい避難がたくさんありましたどんな避難だったかというといや福島の子どもなんて今すぐもう全員移住させるべきなんだなんでそれをさせないんだってお前はそれをねあの福島の子どもたちを被爆させ続ける張本人なんだっていう形でものすごく叩かれたりしましたしかしじゃあ本当にそこに何百万人もの人を移住させるのが現実的かって言ったらそんなことはなかったんですよねできることをやっていくしかなかったでそういったことをですね落ち着いて何が社会善なのか何が 社会的なななベストなソリューションなのか今この時点で限られたリソースの中でっていう話っていうのはやっぱり冷静にしなきゃいけないしそれはやっぱりクリアカットにはならないブラックホワイトじゃないその中でですねその連立方程式を解きながらやっていくっていうためには対話しかないんじゃないかなと思うので僕はこの,そのちょっとなんか触れたらあこう。 炎上してでもうなんか一斉に叩くみたいなこのネット文化っていうのは早く卒業していや是々非々あるけどいいものを作っていこうよとでそれは政治家の人にね頼むんじゃなくてあるいは官僚の人が知ってるわけじゃなくて俺たちで最適解っていうのを作っていこうよっていうような雰囲気が早くネットでも広がっていくことっていうのを願ってやまないです。あのおまあ、みんなな思いがあときに熱くなりますけどねもう一つの方向として えー、いろんな若者がいると思うんですけど本当に社会にとっていいことなんだろうって考えてでそれについてコミットする若者が増えているのも確かだと思うんですねでそういう方が多分周りに多いと思うんですけどその若者たちの動機っていうんですかねなぜ、えーまあ、お金ももちろんそれ大事なことなんですがお金ではなくて、えー、社会にいいことをすることが自分にとっての何かしらのインセンティブになっているってその辺の心理っていうのはど,どういうモチベーションで今の若い子たちは。 つまり個人の幸福と、まあ、社会善があるとしたら社会善の方に貢献することが個人の幸福でもあるという認識をしている若者が多くなっている気がするんですけどその辺りのことを頂い,いてもいいですか あ僕ですかあそれも社会学者に聞いた方がいいような気もするんですけど一応僕のじゃあ,あの温度感から言うと僕は NPO 法人フローレンスっていうですね NPO を経営しています170人ぐらい従業員がいるあの小さな団体ですあのやってることがあの病気の子供熱を出したり風邪をひいたりすると保育園ではまあ預かってくれないそうすると何度も何度もまあ会社を休まざるを得ないそうするとまあクビになっちゃったりっていうことがあってでそこの時に熱を出した子供でも預かるっていうね 保育の管理に預かるっていうのをこの病児保育っていうんですが、そのまああの事業を行っている NPO なんです。で、この NPO でやってるんですが、あの最近若い人たちからすごくですね NPO を立ち上げたいとか NPO に働きたいという人すごく増えています。これは何も学生だけじゃないです。実は社会人もなんです。うちはその求人広告で一円も使ってないんです。ブログやですねソーシャルメディアに出すだけで非常に多くの方々が、 こう応募してきてきくださいます中途でそれこそグローバル企業からあ来てくれたりだとかっていうねこの前あの事務員を募集したらあの時給1,000円なんですけれどもあの MBA を持ったあの女性の方が来てくれたりとかあと経理のパートの人を募集したら公認会計士の人が来,来てくれたりとか、まあ、およそちょっと信じがたいようなことが起きているつまりそのぐらい多分その社会全へのコミットへのこう意識っていうのは高まっているんじゃないかなというふうに思ってます。 そう多分個人の意識で言えば多分日本がある程度あの豊かな国になって逆にそ,のそういう社会貢献する余裕が生まれたというのは多分若い子にとってはすごい大きいと思うんですね。特に、まあ、若い子と喋っているとその後ろめたいさがある日本はこんな豊かな国でこんないい国なのにまだまだ困っている人がたくさんいるそこに何かしらの,その,あのことをしたいというのは結構共通して聞かれる声です。で一方でまあこういういが高まっててる背景としては やっぱりこれはまあ日本に限らずむしろヨーロッパでの流れなんですけど福祉国家のの行き詰まりってのがあると思うんですね。ある時期まではそれこそ,その社会善というものはある程度共有されていたみんながある程度そのご飯を食べられるようになるとかある程度その賃金を稼げるようになるとかあの貧困を撲滅するとか社会が目指,す目指すべき方向はある時期までは大抵決まっていた。 でもその近代化とか産業化が一通り行き渡ってしまうと個々人にとっていい社会っていうのが多分変わってくるんですよねある人はもっと政治的な発言をしたいとかある人はもっとそのあのこの病児保育に関心があるとかいい社会ってものがみんな微妙に変わってくるそこの中でその全部国家がやるんじゃなくてそういうことでも NGO に任せましょうとかいろんなその団体に任せましょうって形でいい社会が多分どんどんどれはあのみんなによって共有されなくなってきたからこそそういう新しい動きってものがたくさん起こってくるように見えてるのかなってことです こういうまあ社,社会善って自分で言っといてなんかちょっと魚々しいのあげちゃったなと思うんですが、まあ、社会善に対してコミットすることは自らのまあ何らかのものを犠牲にして組織とか団体に貢献することであるというのが基本的な考えだったと思うんですけどで安藤さんが今やられている自分の自分 自己実現していいここうっていうことが個人でやっていこうっていうことが、はい、日本の社会で比較的、えー、ちょっと叩かれたりする時の一番の理由に、はい、自分の幸せさえよければみんなの幸せはどうでもいいのかっていう話があると思うんですけど、うん、でもこの辺りの対実はこの対立がこう。 もうちょっと両方実現するような形があるんじゃないかなと思うんですがそういうのをまあ両方多分活動されてると思うんですけどか、はいね、か感じられてることとかあのあの私そのさっきの為生さんのお話で自分なりの回答を用意するとすると,すると今のまあ自分を含めた若い人たちが何をその持って、えー こう取り組んでいいるかっていうとう自分の居場所を探すっていうか自分の居場所を作ることだと思うんですよね。なんかその社会善っていうとまあ例えば分かりやすく言うとまあ会社の大きくして雇用を生み出していったりとか何かこう事前的な活動をする。 応援するプロジェクト、解放食堂っていうのは主催者の一人でもあるんですけれども。必ずしも、その最初の動機っていうのは、少なくとも私自身は正直言って。社会のために何かやろうってことはなかったんです。自分が、まあ、もともと集英社っていう出版社に、まあ、七年間働いて。まあ、自分自身が。 特にこれにコミットしようっていうような領域を見つけられなかったがためにそのコンプレックスをソーシャルメディアっていう,こうツールを使って逆手に取って、まあ、今だと学校あの大学の非常勤講師とかも秋からやるんですけれどもあのものづくりやったりコラム書いたり、まあ、いろんな仕事やっててで動機は自分の居場所を社会の中に作ることだったでもそうやってそのツイッターとかそのブログとかいろんなソーシャルツールを使って発信をしていくうちにだんだんコミュニティができてくるんですよね。そこにもちろんあのコミッ そこにまあ共感するしないを別としてやっぱりこう同じ志を持った人たち例えばこういう働き方をやっていいんだっていう人だったりとか何かそういう発信をこうなんていうかこう糧に何か小さなアクションを踏み出したっていう個人が増えてきてだんだんこう決闘していくというか徒党を組んでいくと結果それが社会善になっていくっていうのが私がこう思うあの自然な流れだったりするんですよね。 だから決して最初からその大きな夢とかビジョンを掲げなくても個人が個人のできる中でうまくそういうツールを使って自分自身を表明していくことでだんだん小さなこう,うねりが大きなこうムーブメントにつながっていくんじゃないかなというのは実体験を持って感じたりしています。はいあのえ 僕すすすすごく好きな YouTube ののビデオががあるんんでででけどねそれで1人の人間が踊り出すんです皆さん見たことあるかもしれないですけどでぐるっと踊るんですがそれを誰かがポッと追いついてきて一緒に踊り出すとでそれから3人目4人目といってムーブメントになっていくっていうビデオなんですけどねでまあビデオが言いたかったことは要はその最初はバカに見えるけどリーダーシップを取れっていうことではなくてですね 実は1人の愚か者をリーダーに変えるのは1人目のフォロワーだとでそういう点でですね日本にリーダーシップが重要なのは僕重々分かってるんですけどでも結構いいリーダーいるような気がするんですがいいリーダーほど叩かれているなっていうのを思うんですね要はフォロワーがいい,いいリーダーが活躍し始めるとだんだんとそっぽ向き始めたりもしくは。 1、えー、一人目のリーダーに1人目のフォロワーになる人がなかなかついていかなかったりすると思うんですねで、まあ、僕はすごく思うのは日本には世間様って言われる何かがいてですねこの世間様からずれると相当危ないわけですねなんか危ない思いをしてる人がなんとなくいるような感じがするんですだからかなり世間様というよくわからない社会 もしくは世の中の方を見ながらその空気を読みながらそこのある常識を外れないようにしながら行動するだけどなんかもうちょっとイノベーションを起こすにはな何かしらもっと弾けたことをやらないといけないんだけど本当にやっちゃうとこの世間様の怒りを買うかもしれないっていうでこの世間様の持ってる世間様が持っているこの雰囲気みたいなものをあんまり逸脱しない範囲でしかリーダーシップが取っていけないんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕は今 なんとなく感じていることなんですけど、フリッスさんがいいかな。この要は、まあ世間様的なものと要はフォーみんなが許してくれる範囲と、だけどそれをまあちょっと突き抜けていかなきゃいけない時もあるけど。この辺のなんかバランスの難しさみたいなものを感じるんですけど。そう、ね、例えばその僕もその Facebook をやってるとすごい希望に満ち溢れてくるんですね。日本これから大丈夫だなっていうなんかで一方で Twitter やってるとあのすごく 絶望的なな気分になるんですね <laughs> まあすごい単純な話で、Facebook、僕の Facebook の友人とかになってる人は、まあ、階層もある程度似ている、まあ、ビジネスをやってるただったりとか研究者であったりとか、まあ、すごいまあ大胆で活躍してる人が多い一方で Twitter っていうのはそうじゃなくてあらゆる階層の人のまあいろんなツイートとかを見れ,見れるわけですけどだからやっぱりそのどうしてもそのあのー。 どうしても世間様ってものが意識してしまうと結局その本当に力持ってる人本当能力能力ある人が結局その自分たちで固まってしまいがちになるっていう危険性はあると思うんですね。むしろその世間様を無視していいってわけではないないんだけれどもやっぱりその世間も世間ってものをとりあえず無視して飛び抜けようと思うと結局その世間ってものを無視せざるを得なくなってしまう。だからそれは結局その弱者に対する想像力を奪うことになったりするのかもなってことは一個なんか弊害としては思うんです。 世間ってちょっとあ,のあれなんですけど私、ちょっとそのソーシャルのことで言うとあのツイッターさっき古市さん3000人ぐらいと3万人だと違うって言ったんですけど私もあ,のあからさまになんだこの人を変な人から叩かれるようになったなって思ったのが1万人だったんですよね。1万人から 変わってきたんですよねでその時になんでだろうってずっと考えてたんですけど、まあ、自分が最近思うのはあのツイッターのフォロワーさんの人数っていうのを一つのこう場所として考えてて例えば今4万8,000人ぐらい私はツイッターのフォロワーさんいるんですが大体東京ドーム1個分なんですよね5万人でだから東京ドーム1個分こう満員の観衆の人たちに向かってツイッターのつぶやきをやってる想像をいつもしてるようにしてるんですよ。でも自分ががまだそのフォロワーさんが数百人 人とか数千人の時ってまあ大きなこうドームというかコンサート会場とか会議室みたいなことをまあの時っていうのは一人一人の顔が見えてたし自分が発信するまあソーシャルとかいろんノマドワーキングとかいろんなキーワードに割とその,そのキーワードに沿ってフォローしてくれた人たちなんで自分とこう階層が考え方も似てたんですよね。 でもそれが東京ドーム1個分をこう思い浮かべてみると一人一人男か女かぐらいは分かってももうどんな仕事をしててあのどんなことを考えててそもそも顔もよく見えないみたいなその中心に立ってるとでそうするとやっぱりまあレイヤーが違うというか。 その全く違うあの人たち階層が違うというかですねが来るんである程度の諦めとともにやっぱりそこでも自分の軸を持って変わらずに発信続けることの大事さっていうのをすごい感じますね結構本当少しの勇気とか単純なんですけどメンタリティって大事だなと思ってます。 だだんだんと、ねまあ、スルー力ってなんか若い方なんか多いですけどだんだんタフになってくれていうか、まあ、無神経にその辺に、ね、なっていたりすると思うんですけど僕は僕は<の>世間様ってフィクションじゃないかなと思ってるんですけど空気みたいなやつですかフィクションだとなんかなんかだってあの例えばね僕がその病児保育を立ち上げたときにその,、まあ、その保育,保育業,界業界の世間に行って挨拶して、でして病児保育をやろうと思ったんですよって言ったときに8割方の,その保育系の偉い人とかは「ああいや な、ね、めてんのっつって <laughs> でな,なんでかっていうとですね「あの私は今60いくつであなたは今 23?」とかっつって昨日今日生まれたお坊ちゃんが「 なんで、ね、私が30年やってできないことをねできるっていうのと教えてちょうだいとかっていう感じで,です、ね、ガン詰めされたんですよ、ね、でなんか僕は結構いいことをするんだからみんな祝福してくれるみたいな感じでこう言ったらなんか全然そんなことなくてあのワイワイ言われてでそれでまあじゃあでもいいや自分でやろうと思ってこうやっていったでそれはあの基本的にはその保育の業界ではない形だったんで、えー、かつしかもあの立ち上げてからもですね、えー、あれは儲け儲けでやってるんだとかっていう形でですね 神聖な保育の仕事になんかお金を取ってやってるみたいな感じで非常に叩かれたんですけど叩かれてじゃあ何かビジネス的に問題あったかって言ったら全くなかったんですよねそれは価値を感じてお金を払ってくれる人あるいは共感しようと思って寄付をしてくれる人がいたら全然そのソーシャルビジネスっていうのは回っていってるっていうところがあるので何か別にそこになんか反対する人はいようがいまいが自分が。あ あ,ありだと思ったらそして本当にその向こうに社会的課題があるならば困ってる人の顔が見えるならばやるしかないっていう風に思うんですよね反対者の方の方が声が大きいのかもしれないですね賛成者は静かに賛成待ってるかもしれないけどまあまあ、政治なんかの例でいくと多分一番分かりやすいんじゃないかなと思うんですけど要は世論 が変わる方向にしか、まあ、先ほどおっしゃってましたけど方向にしかなかなか動けないのが政治のもどかしいところだと思うんですけどじゃあ我々比較的どっちかっていうとまあ皆さんいろんなあのパワーを持ってるからここに来てると思うんですが、えー、比較的オピニオンリーダー的とかなんか社会に対して発信力を持ってるっていうことが、まあ、この今男女にいるみんなのお役割というか力だと思うんですけどこのまあ世間様っていうふうに呼びましたけど要は世の中のなんとなくのこの空気の方向 を変,えていく変えていけば結果みんなの投票行動、まあ、大きく言うとですね投票行動が変わったり何かが変わっていろんなことが変わっていくつまりフォロワーシップの方向性を僕らは変える可能性があるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それをどんなアプローチで変えたらいいかとかもしくはあのどういうふうな方向にして、えー、例えばまあ投票率を上げるっていうのもそうかもしれないんですけど具体的にまあ自分たちがこうどんな役割をしていけばいいのかっていうのをまあすごく思うんですが。 どううししましょううあでもその投票で言えばあそうだこれもちょっと炎上したんだ、えー、とあのこの前あの参院選の時に今あの夜の選挙番組があって駒崎さんとご一緒したんですねであの僕その時初めて選挙行ったんですよってことを選挙番組で言っちゃったらは初めて選挙行ったやつがそのこんな番組に出てみるしチからみたいなことなんですけど <laughs> でもその後ちゃんといい話が続いてなんで選挙に行ったかっていうと駒崎さんから LINE で「この人ちょっと入れてほしいんだけど」って言われたから僕行ったんですよ。 でも結局そういうことだと思うんですね。選挙とかそのこのあらゆるメッセージがそうだと思うんですけど、多分大上段に構えてこれやってくださいって、その大声でその不特定多数の人に備えても多分なかなか届かないと思うんですね。いくらその例えばその例えば,例えばまあフォロワーが80万人いる。ある。アーティストも実際 cd の売り上げて今。 万万枚とか6万枚ととかかなわけですねつまりそのツイッターとかフェイスブックとかで結局その大多数に不特定多数に向けていくら声を大きくして語りかけても多分なかなか説得力って実はなかったりする逆にその小さい身近な顔が見える人の一言ってものが多分すごく大きいと思うんですねだからその何でしょうそっちの力を僕はすごいなの空気変える時も信じたいなっていうふうには思いますねあの、はい、投票率を上げる っていうあのまあ、アプローチは一つあると思います。僕自身もそれにはコミットしています。あの若者の投票率を上げようっていうことでいろいろ運動はやっています。しかし一方でですね、投票の時しか政治に関わらないっていうのはこれは良くない。 っていうふううふに思うんですよね僕たちはその、まあ、特に NPO ですけれども政治というものを汚らししいものとして遠ざけがちです、えー、なぜならばある政党だけに行ったらそれはどう見られるかわからないからいろんなところと付き合うかあるいは全く付き合わないかというような距離感しか持ってないだけれども政治は別に汚いものでも何でもない我々の代表が集まり、えー、我々の制度について話していることなんだからそれはコミット していくべき。だけれども、地位は高い。政治家の人と話すチャンスなんてほとんどない。そういった時にどうしていくかっていう時に、一つあるのが、僕は草の根、ね、ロビングだと思っています。えー、一例を挙げたいと思います、えー。明智海人さんっていう方がいます。えー、彼彼っいうか彼女な彼なんですけれども、LGBT で、えー、まああのいじめをずっと受けていて、自殺の経験もある。えー、今2020 20代中盤で、えー、まあ会社員をやってる。 人で,すで彼は、えー、その会社帰り会社終わった後に政治家のところに行ってですね、えー、あの LGBT なんですとであのこの自殺に関する法案のここにぜひ、えー、このの lgbt の人のま自殺率が高いとだから、それのあのサポートっていうのも入れてほしい。文言を入れてほしいっていうことをですね。いろんな党の議員を回ってお話ししたそうです。最初はえ誰にも相手にされなかったりとか、あれある？議員に至ってはあの何言ってんだ。お前っていうことで。うん なあの、すごくバリ雑言を投げかけられたそうです。だけれども関係なく、それをやっていったら、意外に多くの人たちが会ってくれて。えー、そして味方になってくれて、えー、自殺対抗の中にですね、L. G. B. T. に関する、そのサポートを強化するって文言が入ったんですよね。で、彼の事例から分かることっていうのは、意外に政治との距離っていうのは遠くない。 ということなんですね一般の人でも「あっって」って言ったら会ってくれるし、えー、それ国会議員もそうだしあるいは地方議員なんてもっとそう、うん、そういったところでですねなんか、えー、世の中変わらないのでよう政治っていうのはなんか汚いことやなんか裏でやってんでしょうじゃなくて、えー、きちんと関わっていく関わっていく中で政治家っていうのもあ人間なんだ、うん、よくやってるんだっていうことが分かってくる、うん、僕も最初は政治家ってぐっしーしーみたいななんか越後屋みたいな人しかいないのかと思ってた。 だけれども、NPO やり始めていろんな政治家の方とお話していく中でんだ、自分と同じ人間なんだっていうことがすごくなんか肌感覚でわかるようになってきたこれってす,すごく大事なんじゃないかなとうう思います。官僚もそう、うん、あるいは財界の人だってそう、うん、そういうモンスターを頭の中で作って敵と味方っていうふうに分けてあいつらはっていう陰謀論を言っていても何ら社会はよくならない。うん、だから、 セクターを超えてて対話してなんだ俺たち同じじゃないかだったら課題は一緒なんだから変えていこうぜっていう,ふうにしてていいくっていうのを僕はしていきたいなと思います、うんうん、あの一つその政治というか、まあ、あの政治的な機能とですね NPO ってもし NPO 的な非営利の方が発展していくとですね政治がやっていたことをどんどん切り離してこれ非営利の方でやってもらおうってなっていくと政府がどんどんちっちゃくなっていって非営利が大きくなっていく社会が来ると思うんですけどでもあんまり行きすぎるとなんかこう 統括できないというかねことがあるような気がするど,どのくらいのバランスがいいんですかもう少し政治,政治は小さくなってでいろんな社会保障みたいな機能を例えば外に投げていってでこれはあなたがやってくださいとこれ民間の非営利団体がやってくださいになっていくことが増えていくんじゃないかなと思うんですけどでもどのくらいのバランスがちょうどいいあたりになると思いますかそれはあの時代と我々が抱える課題によると。 思いますえー、のというのは例えば、えー、江戸時代ですね大阪あではあの皆さん大阪出身の者の方もいらっしゃいますよねあの橋が多いですよね、えー、大阪って八百屋橋とかっていうふうに言われました八百屋橋のうち、えー、幕府が作った五公儀橋っていう橋は何個ぐらいあるかご存知ですか皆さん10個に満たないんですよね、うん、でその以外に誰が作ったかっ,て言ったかかて人とか うん、商人の人たちがお金出し合ってまあ、今でいうとこの寄付ですよね。昔は肝心とかっていう風な言い方をしました。肝心してでそれで、えー、そうした社会インフラができていきましたよね。で、このようにですね。まあ、その民が,やが担うあ、あるいはその非営利セクター社会セクターが担うっていうのが非常に大きい。時代も日本ではあったし。 今のねそれこそさっき明神寺の方がいらっしゃいました日本の自社仏閣ね千年以上何百年も続いている仏閣あれらはどのようにしてできたかそれは肝心僧と言われるファンドレイザーが各地で寄付を集めてそして作りそしてその寺は宗教施設だっただけではなく医療や福祉教育の施設でもあり続けたんですよねでそういった形で,ですね社会インフラに対して民が公共広い意味での公共はコミットしてきた歴史精神的 DNA というのは我々には あったんですよねでそれが、まあ、今でこそ中央集権になって官僚や政治がやってきましたみたいなのが戦後続いてましたけれどもだけれども我々はもうちょっと公共を我々の手に取り戻さなくてはいけないそれはどこか偉い人が公共ってやってるよね公共サービスって言ったら公共って言ったら何か行政サービスのことを指すということではなくて企業でも NPO でも公共は担えるんだ。 っててていいいうにしていかなくてはいけなくけバランスのお話をしましまたバランスに関しては今は管理頼りすぎだと僕は思いますもっとできることがある自分の家の,家の前で猫が死んでいたら市役所に対して電話で怒鳴り込むみたいなそういった文化っていうのはまだまだ日本はあるそうじゃなくて自分たちでできることを自分たちでやろうよ仲間と共にやろうよ我々の町をよくしてこいようでもできないことはあるよねうんそれに関してその制度に関してはぜひ政治家と一緒にやっていこうあるいは、えー 外交や国防警察機構そうしたものはやっぱりみんなでお金を出してきっちりやっていこうねっていうふうになるそこら辺のバランスや線引きっていうのはそれこそセクターを超えた対話によってぜひひ々でそして時代に応じて線引きを変えていく必要があるかなというふうに思ってます。今のの時代ににしてはもうちょっととが公共にコミットすすべきだと思いますあのー まあ個人のこれからノマド的な働き方とかね所属がいろいろ変わってみんな1箇所の会社だけじゃなくていろんなことやってまあ半分 NPO で働いて半分はエイリーとかいろいろあると思うんですけどどのくらいそれもバランス僕みんながそうなっちゃうと大変だと思うんですけどやっぱりその大きなみんなが組織的に動かなきゃいけないところと離れなきゃいけないところ。 コミットメントってことでいくとあんまりにも1週間に1回しか来ない人のだけの集まりの会社ってなんとなくみんなのコミットメントが弱くて結局ワークしないんじゃないかなって気もするし <laughs> その辺のバランスもこれからどんな、まあ、10年間かけて随分変わっていくと思うんですけどどんなふうになっていくと思いますかまあちょっと私はあんまりそういう専門家ではないんですけどもただ実践者としてあの多様な働き方に関しては最大の関心事なのでちょっと話をするとあのさっきのセッションでもどなたかがも森保さんかな,なんかあのおっしゃってたと思うんですが やっぱり組、まあ、私も元とも組織にいた人間なんでそこのデメリットってすごく日々感じててそれをあのどう保管うするかっていうことであの百数十人の今コミュニティを作ってそのコミュニティの中で小さな仕事でも受発注できるような仕組みを考えたりとか、まあ、いろんなことをやってるんですけれども。まあ、あの会社が このままあの亡くなることもありえないし、逆に私のように個人ベースで働く人ばかりになるとも私は思わなくて、やっぱりそこはその人その人が一番自分の強みとかあの最大化できるような場所を見つけることが大事だと思います。で、あのずっと最近思っているのがですね、こういう発信をすると中にはその短絡的に考える。 方なんんかをお叱りを受けるることがあるんですよねその全員が全員そういう働き方をできるわけじゃないとかあの会社を辞める辞めろとあの煽るのは危険だって言うんですけどもう私は本当そのことを声を大にして分かってないなってすごい言いたいんですよね。<laughs> というのがその会社を辞めるとか辞めないとかってことは全く関係がなくて今そういうベースでいまだに働き方を語れることが私はすんごい悲しいんですよ。 で何かっていうと今その働き方でいうと正社員か派遣社員かあるいはフリーランサーか経営者かみたいな身分であの区切られることがほとんどなんですけれども実はその働き方のハウハウツーの働き方のそのものでいろんなやり方があるんですよねあのさっきどなたかがおっしゃってたその週末はあのボランティアをして働く自分のスキルを提供して働くやり方はプロもノって言いますし。 会社員ではあっても本業を持ちながらあの2つ以上の組織に同時に働くことこれをパラレルキャリアといいましてあるいはあの私自身はその時間とか場所にとらわれないノマドワーカーみたいなことを言ってるんですが実はもう1個を持ってましてそれがあのポートフォリオワーキングというものです。 あの西海岸の方に詳しい人はご存知の方いらっしゃると思うんですけれどもポートフォリオワーカーっていうのは一人の人が複数の肩書きを持ってあの複数の仕事を同時に行うことでああいうあの IT のこう従事するアメリカの若者から発した働き方だそうですでそういうそのポートフォリオワーキングとかあるいは企業一つとってもあのちょっとこうマイクロ的な小さな企業 あの昔の自営業者こう商店街の一つのこう個人商店をやってるぐらいの小さな企業っていうのをもっとこうコンセプトとして広めていくことって大事じゃないかなと思うんですよね。あまりにもその、まあ、クールビズとかクールジャパンとかいろいろにぎわせたことありましたけどやっぱり何かコンセプトが一つ世に出ることでその働き方を知る人って多いと思ってて。 逆を返せばあの言葉を知らないからこういう働き方があるとは知らないっていうケースってすごくあると思うんで、まあ、その発信者としてはそういうことをもっといろんな人とシェアしたいなと思ってますはいえっ、ー、と、まあ、質問が多い方がいいかなと思うのでじゃあ最後になりますけどこのセッションの方はですねあのまあやっぱり一体 とはいえ一番大事なのは日本が生き残るってことだと思うんですね。いろんなことやってたっていいことしようとしたって沈んじゃったらおしまいだと思うので、まあ、まず、えー、生き残るっていうのは大事だと思うんですけどその前提の上で、えー、日本だけの社会善を追っかけててそれが世の中とずれちゃってもこれ危ないような気はしててあの今回エレーナ・イシンワイワっていう選手がですね全く何の態もなく、えー LGBT に対しての宣伝を禁ずるっていうロシアの法律を。 世界大会にも適用するとということつまりソチオリンピックで LGBT って宣言しちゃいけなくなったんですね選手が。これに対してどう思うかって質問された時に私たちはまあそのままで来たしそれでいいんじゃないのって思うのが一気に叩かれてですねあの謝罪会見まで持ってかれたっていうのはあったんですけどこれやっぱり世論があんまり分かってないわけですね。もしかしたらロシアの中ではそういうまだ空気なのかもしれないけどあんまりにも世界の空気と世界の社会全とずれすぎるとまあこういうことがこれから起きていくんじゃないかなと思うのでまあ 要は世界的なまあこういいこととされることそれから日本のいいこととされることも世界のいいことに合わせていくのがグローバリズムじゃなくて実は日本のいいことに世界をちょっと染めていくっていうかそれを持ち込んでいくもしかするとあのいいってされていることが今 GDP とかいくつかの基準があるの新しい基準が出てきたりしてそういうものでも測られる時代が。 来るかもししれないし、まあ、そんなことも含めてでお考えで結構なんですけど、まあ、これから日本が10年間かけて社会を良くするためにどうしたらいいかということとあとは。 あまあ、それはあとでやそれをとりあえずじゃあ古市君から順番にお願いして、はいいですかちょうど今日まあ35分ぐらいしゃべってきて、はい、やっぱり社会って難しいなと思ったんですね例えばつまりその経済の発展とかだったら別にもう国にも頼らずに強い企業がもうどんどんもう何世界に進出していけばいいこれはある種分かりやすい話だと思うんですでもそ,のそれだけだとどうしても一世代限りの焼き畑農業になってしまうと思うんですねまさに日本は今その状況ですつまりまあ戦後ずっとまあ経済成長を追いかけてきてそれでまあ国はだいぶ豊かになって ただそのせいで経済を追いかけてしまったばっかりに再生産ができていない介護を誰がするの子育てを誰がするの少子化をどうするのっていうそのまさにその社会の部分その経済の,その強い,その、ね、強いその経済成長のレースに乗れなかった人たちを結局誰が受け止めるかってことをみんな今その困っているまさに今その状況だと思うんですね。あの昔社民党でじゃじゃ社民党っていう政党が今もありますけど、えっと <laughs> ままだ議員いるんですよね。そう、社民党あの社民党っていう政党があの強い国より優しい社会ってポスターを掲げていたんです。でも、実際はそうじゃなくて、多分強い国には優しい社会だと思うんです。多分経済強い経済を多分成り立たせるためには多分優しい社会が必要で、まさにそこを誰が担うかって問題だと思うんですね。 まあ先ほどその駒崎さんはそのあのまあ気づいた人とか、熱心な人がやればいいとは言っていただけれども。でも実際多くの人はそういうことにさえも気が付かないで、普通に今日々を通り過ぎてしまうわけですよね。だから、そこの中でその誰が社会を担うかというと、やっぱり究極的にはやっぱりそこって国になると思うんですね。そのセーフティーネットであるとか、そのそれこそ食に困らないとか。最低限のその生活ってもの。を絶対。その国がある程度担わないと。社会は多分弾力性を持たない。 だから、まずそこをまず、まあ国としてやるってことが、最低限そのいい社会ってことだと思います。そして、まあ当然、その、あの、まあ、あの同性愛の問題にしても、あ、でも最近だと、まあ、慰安婦の問題とか、ナチスの発言とか、いろんなことが、やっぱり日本でのその国際的な目を意識しながらも、実は意識できていない。見てる方が全く違うんですよね。そこはただ、まあ、そんな僕は悲観視はしていなくて、結局、結局、それって、まあ単純に。 あの国内だけでいる人が多いだけの話なんでこれから、まあ、世界で活躍する人が増えていけばそれは別に多分自動的に増えていく話なのでそこはあんまり悲観はそこはしてないですね。僕はあの日本は2つの意味で最高の国ににしたいいいなという,ふうに思います、えー、1つ目の最高は最も幸せな国です。えー 特にまあ僕は子供のことをやってるんですけれどもその子供たちがですね笑って暮らせる社会にしたいなっていうふうに思うんですよね今でも残念ながらそうじゃない例えば今毎週日本で虐待医虐待で殺されている子供たちは毎週毎週いるっていう計算なんですよねそのうちの半分はゼロ歳ゼロ歳生まれてきた瞬間に実の母親によって殺されてるっていうねそうした国ですですのでそうしたですね子供たちが笑って 暮らせてそしてあらゆる階層の人たちが幸せであるようなまあ、幸福度が高いような社会っていうのを作っていけたらなというふうに思います2つ目の意味は最も貢献している世界に最も貢献している国です日本はですね課題先進国と呼ばれますなぜならば2050年に高齢化率が40%そして労働者 労働者は今の3分の2に減るえ、これはハイパー高齢社会ですね。人類史上を実は体験したことのない社会に突入するわけですよね。まその時に社会保障をどうするのとかですね。そうしたことがもう課題は山積みですね。うん、で、これもう考えるだけで憂鬱になります。けれども。でも。これって 実は韓国や台湾あるいは中国も日本の後を追って少子高齢化っていうのに突入していくんですねでまあ広い意味で言うとヨーロッパもそうですでもだとするならばですね我々がぶち当たった課題に我々がもし解決策を出せたならば我々はその解決策を我々のフォロワーである国々に輸出しシェアし そして貢献できるんじゃないかなというふうに思うんですね。我々が我々の課題を解決することで世界の課題にチャレンジしていけるっていう、ね、そうした形でですね、日本は人類に貢献できるとするならば、これは素晴らしいチャンスなんじゃないかなというふうに思います。現にフローレンスにもですね、アジア各国から視察に来るんです。うん、日本は少子化の先進国だから。 っていいう言い方で、うん、だったらですねそのノウハウを教えてやろうじゃないかというふうに思うんですよねそうした形で最高で最高な国にしていきたいというふうに思います一見不可能なように見えますだけどもそうかないつも思うんですだって日本が最大に変化したタイミング僕は歴史オタクなんで、えー、大好きなんですけど明治維新だと思うんですねで明治維新ってすごいドラスティックな変化をしましたけれども明治維新時代の人口って皆さんご存知ですか ごご近いです。4000万人ですね。で、その当時、じゃあ死士と言われた人たち、坂本龍馬とかを含めてですね、ああいうふうに命かけて走り回った人たちって何人ぐらいいるかご存知ですか。歴史オタクの僕はちまちマ数えました。<laughs> もう無名あの小結び級からあの横綱級の坂本龍馬まで含めてだいたい約4000人ぐらいです。そうすると1万分の1で。 いいんですよね。一万分の一の人がですね、えー、もう体温高く命かけて、えー、我が国のためにですね、走り回り駆け回り、そして変えようというふうにしたことによって我が国は動いただとするならば今一億二千万人のうち一万分の一っていう、ね、何人かっつったらたかだか一万二千人なわけですよね。そう我々があ我々我々の仲間をですね集めてですね命かければですね変えられるっていうぐらいの数です。だから僕はできるんじゃないかなと思ってます。 私が今目指すところというのが2つありましてまずあの、まあ、やっぱりあくまでこう実践がすごく大事だと思うので日々自分自身が小さな実践を積み重ねることはもちろんなんですけれども2つというのはあの発信力のある個人を増やすということとそしてあのただ個人単位ではやっぱり大きくなれないあの社会と人とつながることが必要なので小さくても自分でプロジェクトを立ち上げて実行する人を増やす。 まあ自分自身もその人になるっていうことをいつもあの自分自身に課してますであの私はあの、まあ、ノマドで働いてるんでよくあの個人でずっとやってるかっていうと実はあのクラウンドさんのほとんどは博報堂さんとかを含めてあの大企業の方とあの仕事をすることがすごく多いですでやっぱりあの自分や、まあ、もう少し前の12年ぐらい前の自分とか自分の周りにいる前本当にごく一部の人たちなんかはすごくその大企業に対してこう反感を持ってたりとか。 自分の生き方にすごく強いこだわりを持つゆえあの自分とそぐわない人たちをこう排除するようなことってあって私もかつてそこにいたんだと思うんですけれどもでもやっぱりそういうことでは世の中っていうのはよくならなくてできるだけ、まあ、今日も私はすごく今ドキドキしてますしあ,のあまり声を奪って得意じゃないんですがせっかく呼んでいただいたんであのできるだけ多くの人たちとこう関わりたいなと思ってますでただその人と社会とつながるためには何かフックが大事で、まあ、それがプロジェクトだと思ってます であの私はあの個人的な話なんですけれどもあの生まれが山形であの育ちはずっと東京の三鷹市というところで育ってきたんですがあの震災から2年経って、えー、と改めてあの東北のために何かできないかということを考えた結果あのフジテレビの安倍さんとかです、ね、いろんな有志たちと今集まって開放食堂というプロジェクトを運営してます。 でそこにはあの今日いらっしゃる東野食の会さんとか薬復興デパートメントさんとか森ビルさんたくさんの方の力をもらって来月もあの福島県のいわき市にあの日帰りのツアーを企画したりして活動してますで、まあ、そういうその個人なプロジェクトももちろんですし実際にそういった個人を育てて作ることっていうのもちゃんとやっていきたいと思っていて。 あの秋から多摩大学で SNS 社会論という授業あのプロジェクトゼミを受け持つんですが実際にソーシャルメディアとかリアルのつながりを使って小さなプロジェクトをどう実行して人を巻き込みながらやっていくかっていうことを学生の皆さんにあの実践ベースでこう一緒に教えてていいきたいなと思ってますでそういうその自分のできるあの一歩からなんですけれどもそこを諦めずにやり続けることが結局自分のためでもあり社会全体のためになると信じてあの活動していこうと思ってます。はい じゃあということで Q&A にずっと出てたんで Q&A に行きたいと思いますけど何かご質問がある方はあの何でもどうぞという方ではいじゃあ一番後ろの田中さんえー、あのグリーンの田中です、えー、お話しやってましたであのせっかくなんでですねあの尖った質問をしたいんですけども。 そういうい役割かなと思いましてえここで役目を果たしたいと思ってるんですけども今日はあの政治の話そして経済の話そして今社会文化の話ということですけども今日僕ですねこういうふうにあの皆さんを見させていただいてなんか政治の世界でこの人10年後もすごそうだなとかですね経済の中でこの人10年後は破産してるか大成功だなとかですねいろんな自分での感覚があるなというふうに思って。 見てたんですけども、今日はまあ10年後の社会や文化ということなんですがそういうまあここにあの登壇されている方をまあ大,大枠の意味でその文化とか社会と定義したときにこの人は10年後は過ごそうとかこういう人は10年後消え出そうとかですね俺は消えてないとかいろんな意見が来たいなと思ってまして <laughs> どういう観点のそういうその人が社会とか文化でまあ10年後に成功して世の中を変えてるのかなと思ったんですそういうことでちょとお,お,のお考え方に、ねえー、お話聞かせてもらうというふうに思いました。 はい、じゃあか勝,ち勝って負けてそうな人はやめましょう勝ってそうな人じゃあ,順あの短めでじゃあ順番に自分以外でお願いします、はい、勝ってそうな人いや負けてそうな人ならたくさん思い浮かぶんですけど勝ってそうな人,うな人でえでも結局その社会が停滞してたら年取りの方が得なんですだからこの10年で日本がガラッと変わるならばこれこそ2 3 0代は まあ、みんなそこそこ有望なんじゃないですかその,その分はあ上げ残されるので30代から出てきそうなん、ねはい、ああです、ねえー、と僕は、えー、とこの会場に、えー、その人はいるなと思います。あのえー、と最初くいいるはつでしたっけ 24歳なんですけれどもその e ラーニングを使ってえその世界の貧しい国々で予備校にも行けない塾にも行けない子たちにあの教育を提供するってことをねあのもう大学生の時からやってでもう僕はそのおよそ NPO の常道からは外れてい,るいてえいきなりそのなんかバングラとかいきなりなんかパレスチナとかね行っていやそれ打たれるよみたいなところにものこのこ行ってでそういうプロジェクトを仕掛けて まあそれで成功させてるっていうような若者が出始めてるっていうのはこれは僕今33ですけど僕の世代でもちょっと考えられないなっていう風な思いを感じていますですからよく「最近の若者は」みたいなもうあの言説ありますけれどもおよそ信じられない今の20代は僕らの世代よりもよほどエネルギッシュで素晴らしいだからこうした要は今までの思考の枠から外れて空気を読まず時代を読む若者たちがどんどん現れてくるんじゃないかなと思うんでこういう人が来 と勝ってくるんじゃないかなと思います。はい。<laughs> じゃあ安藤さん、はい。あ、じゃあ友人を抜かしてちょっと二人挙げると、はい、高島あの福岡署の高島さんとタミセさんです。あ、まあ情報発信っていうのがまあ自分の。 あ,のあれなんであのすごく興味のある分野なんでまず高島さんのようなあのメディア発信とか情報発信情報開示っていうことをあの一番その最上段において取り組まれている若い市長の方が誕生したっていうのはすごく前々から活動を注目してます。でこういう人が増えたらいいなと思ってることとあともう一つは先日あの浦和レッズの鈴木啓太選手あの日本代表の鈴木啓太選手と対談をさせてもらった時に日本で一番あの。 退,退職年齢、リタイア年齢があの若い職業っていうのがサッカー選手だそうなんですね、平均で26歳だそうです、でそうすると鈴木選手のようなまあトップ選手はもちろんなんですけれども、そこまでまだいけてないその若い選手たちっていうのが、セカンドキャリアをすごく悩んで、模索してるそうなんですよね、なんでそので、新しいその選手のセカンドキャリアのロールモデルとして、為末さんにはぜひ10年後も頑張っていただきたいなと思ってます。期待を込めて 筋書き通りでありがとうございまの一つ、僕関係ないですけど、えー、清宮監督だったかなラグビーの息子さんが今、野球やってて小6で185かなんかで世界一にリ,リトルリーグになってますで130キロぐらい確か球投げて、えー、4番でエースなんですけど僕はこの子は相当いくんじゃないかなとスポーツ界ですね、はい、すみません、はい他のご質問。はい、じゃああの女性の 陶芸家の岡崎裕子と申します。今日はいろいろ面白いお話聞かせていただいてありがとうございます。あの皆さん政治ビジネスそしてまあどちらかというと社会中心のあの話伺わせていただいて、ちょっと私あのこれだけ120人近くの皆様の中でおそらく作家として活動しているのは私とあの金谷先生だけだと思うので、あのいわゆるアートという分野での文化についてちょっとお話しさせていただきたいんですけれども。 日本の縄文式土器というのは世界でで一番最古の焼き物ですそれだけすごく歴史のある焼き物というものが今陶芸の,、まあの世界というのは実はすごく危機的状況にあって。 あのまあ、本来だったらサッカーである私がこういうところに来てあの皆さんとお話しするようなことっていうのは本来あんまりしたくないんですけれどもあのただやはりそういう危機的状況を考えて30代の陶芸家っていうのはみんなすごく一生懸命そのムーブメントを起こそうと思って頑張ってるんですね。でそれれによってて今度伝統工芸をすごく継承されていた先生方が、まあ 端的に言ううとと食べてててていいいいかれない状況というのが今できてしまっていて非常にこうあの難しい状況にあるんですけれどもあのちょっと個人的な話になってしまうんですがあの今前に座ってらっしゃる方々で作家の器を家で使ったことがあるとか持ってらっしゃるとかあとはその作家の展覧会に行ったことがあるっていうかどうかっていうのをそれだけやはり社会であの活躍されている方が実生活でどうなのかっていうのをちょっと伺いたいんですが。陶芸の方でではい、はいす 踏み絵のよううな感じですが、はい、どうぞ古市さんからいや僕チョコしか食べないんで食器自体使わないです <laughs> はい行ったことない,、はい、いうちもあのヨーロッパ留学した時は美術館はよく見てたんですけど、うん、あんまりないですただあの母がうちの母が着物の着付けやったり高度茶道角を全部やっててあの陶芸集めてるんであの母はよく教えてもらってますでもあまり詳しくないです <laughs> すいません <laughs>、はい、あのやっぱり な,なくしちゃいけないもの、まあ、自然に任せるとなくなっちゃうけどそれでもなくしちゃいけないものの中に社会善のヒントがあるのような僕は気がし先ほどおっしゃってた1000年続いた善の話とかですなんかそういうものがもう考えるっていうのもすみませんちょっとセッションの中で本当は入れたらよかったんですけど大事なことかなと思いますはい他の方じゃあ、はい、2人じゃあ続けてぐらいでお願いしていいですかね えっと総務省という国の役所で働いておりますハ谷と申します。今日はいろいろあの参考になる話ありがとうございました。あの今崎先生のあのお話の中で、あの政治家はあの普通の人間だという話ありましたけど、我々役人もですね非常にこう社会から邪悪な存在としてあの見られているところもありますので、ぜひあの普通の人間だということをあの分かっていただきたいなと思います。すみません。あの先ほどの経済のセッションでもありましたけども、あの非常にこう設置辛い世の中になっているとからあの。 先ほどの,あのいろんな炎上の話もありましたけれどもその社会が非常にこう断絶が激しくてですね例えば就職する時も正社員になるか派遣社員になるか全然仕事がないかとでそれぞれ正社員になったらじゃあそれで勝ち組みかというと中で非常に残業に強いられて給料も低くてというような中にあってただそういう,こういろんな社会の中に断絶があって相互理解がないそれぞれこう分断して憎しみ合っているというようなあ。 ケースがいろいいろろあるんではないかなかと私あの自治体の方といろいろ話すこともあるんですけどあの学校現場でも学校と保護者が非常にこうなかなかうまくいかなかったりとかですねそういうところがあるんじゃないかと。で、えー、ただ我々のようなこう目的意識や価値観がある人がこうソーシャルメディアでつながっていってというあのいい動きはあるにしろこ,うこれから我々が社会に対してコミットしていくと時にこう社会をこうまとめていかなければいけないと。単に、えー、に批判するだけではなくていかに あの対話という話でありましたけれどもいかに当事者意識を持ってもらって批判するだけではなくて、えー、一緒にやっていくかということをこうまとめていくというのが大事ではないかと思うんですけどもその時に何かこう今のこう社会の断絶に対してこうお互い全然喧嘩の違う人をまとめていく対応していく時に何かこうヒントになるというかどういうところがこうあの大切だとお思いになるかということをお考えどなたでも構えないのでお聞きていただければと思います。 えっとそれについで答えます。え朝日新聞の宮城と申します。ありがとうございます。えっと先ほどのセッションでもちょっと出てきたんですけれども、あのまあこのあの会自体がすごくまあ40代以下の若い方のあの話なんですけど、えー、平均年齢が10年経ってもまだ私たちはその平均年齢以下っていう話がありましたがあの。 上の世代とどう付き合っていくかっていうのってすごく重要なところだと思っていてあの先ほどから結構ねあの上の人は早く退場していただいてみたいな雰囲気があるんですが私はあの暴走老人とかねいう言葉ありますけれどもその年齢でひとくくりにして上は退場していただくっていうのもちょっとどう,いうかどうなのかっていうところもあるんだと思うんですね逆に言うと年が下だからそこから排除されるっていうのと同じ。 意味もあるようなしますしでそこら辺は多分10年後もその人口のかなりを支える人たちと私たちの世代がどう付き合っていくのかっていうことをどんなふうに皆さん考えてらっしゃるか教えていただければと思います。はいじゃあどううしようかなえっと じゃ、あまず、その社会、この二人、え、混ぜてくんい,いかな。社会、をどうやって、マネジメントする人材みたいな感じですかね。社会の中で、どう断絶をこう、超えていくかっいう。超えていくかっていうところですよね。はい、僕はロール、そうですね。じゃ、あ短く、はい、僕はロールモデル戦略だと思います。その断絶を乗り越え、対話を行う。ような、人、個人というものをフィーチャーし、そして、その人に拍手を送り。この人を見習おうっていうふうにしていく。そうした言説を流通させていくことかなというふうに思います。一例を挙げたら、僕は、あの、今日もいらっしゃってる、あの、熊谷市長、千葉県のです。 千葉市のです、ね、熊谷市長のツイッターに感動しましたというのはその本当にどうしようもない市民からどうしようもない質問が来るんですよ本当に「お前市民やめろ」っていうぐらい。<laughs> でもそれに対してて熊市長はこう整然と答えていくでそれをこう見るその他の市,市民たちがあそうなんだみたいなあ税金って限りあるんだみたいな <laughs> 予算って限りあるんだねみたいな気づきを得ていくでそこででもね千葉市長が例えばそこでなんかお前どうしようもないなってディスっちゃったらそれでおしまいになるわけですよねでもその中で要は市民と政治家っていうものを超えていく中で生まれるものを見せてああいうふうに対話すればいいんだみたいなものっていうのを見せていくやっぱり僕らは現物を見せていくっていう僕ら自身がロールモデルになって背中 を見せそしてムーブメントを起こしていくっていうことが必要なんじゃないかなというふうに思いますはいじゃあどうしようかな古内君そのじゃね2個目の世代に関して言うと、まあ、1個目でも関係するんですけど世代間の対話っていうのはあまり僕は悲観していませんなぜかというと所詮年齢の差だからです例えばアメリカだったら人種イギリスだったら階級みたいな形でより深刻な断絶がある国の比べたら世代っていうのは多分本当に些細な差だと思うんです 特にまあ調査とか見てみても新人類以降の価値観の差ってのは本当どんどん縮まってるんですねだからそこまでその大きな差ってものはないただ1個目に関連して言うとそ,その代わりこれからはその階層のの差とといいうものがよ,より顕著になってくると思います。だからもしかしたらネット炎上とかって起こることってまだ喜ぶ喜ぶべきことなのかもしれないと思いますつまりその何かした不遇な思いを抱いている人がそこでまあ何らかの発散をしている。でももこれがっっと階層社会化していったら、そういうその不 空間さえもいかないかもしれない下の人は下の人上の人は上の方と一人暮らしていくようになるかもしれないだからそこまで行ってしまったら本当に階層間の対話ってほぼ不可能になっていくと思うんですねだからまだこれだけ炎上が起こるうちに階層間の対話というか階層がまだそこまで開ききてないうちにそこの対話っていうものは今ができるこの10年は最後のチャンスなのかなというふうに思います はいじゃあ、えっと、残り3分と出ましたので、えー、1分ずつ皆さんにお話を聞きたいんですけど僕もちょっとだけ言いたいので最後10秒ぐらいあの向こう側が悪いこっちがその影響を受けてるっていうロジックが非常に多い気がするんですがでも包括をするっていうみんなをこうみんなにしていってでそれで何かしらみんなで共通の善これ作るの難しいと思うんですけどでも考えながら。 あの日本を良くするってことは日本に関わってる人みんなが。 えー、よくする方向に、まあ、それぞれ違うんでしょうけどでもその違いを受け入れながら、まあ、包んでいくっていう包括とやっぱり共感っていうのがこれからすごく大事で、まあ、その中でどんなことがいいことなのか分からないですけど模索するっていうのが大切なのかなというふうに僕は感じましたじゃあ最後3方40秒ずつで皆さんの今日の感想でもあとなんかこんなことやっていきたいみたいなのがあってくれるといいかなと思いますじゃあ安藤さんからお願いします。じゃ、はい、ああっととにいいけるかな、えっと、今日ありがとうごございましたあのすごく、えっと 今ちょっっと思ったのがやっぱりあのネットで発信して炎上するとすごい落ち込むんですよねやっぱ一時的にはただなんかあの私その時に乗り越えたのは何かって言ったらあの自分の,その子どもの頃の経験とか思い出して何か自分の勇気とか力を奮い立たせるような思い出をこうこう思い起こしたことっていうかそれを思い出す時に立ち上がる力が出てきたんですよね。 でまあ、ちょっとまた個人的なことで恐縮なんですけれども実はあの私自身が一番ロールモデルにしているのはおじいちゃんなんです。 母方の祖父なんですただ2年前に亡くなって亡くなった瞬間から私は絶対に逃げずにやりきろうって覚悟が決まったそのコミットが決まったんですけれどもうちの祖父はあの山形で建設会社をいとあの会長職までやってたんですが同時にあのライフワークとしてあの朝日あのホップの畑を守るためにアサヒビールアサヒ町っていうんだよ山形県のアサヒビール愛員会会長っていう肩書をつけてあのホップの畑を守る運動をアサヒビールを飲むことで支援してったりとか。 あの空気神社といって世界で初めて空気を祀る神様をあの祀る神社をあのライフワークでですねンペ式で作ってそれをあの観光地としてすごく盛り上げていったりとか自分の仕事以外でもいろいろやってきたんですよね。 でもなんか晩年はなぜかあの自分の自宅の敷地内にダチョウ6頭を飼い始めてすんごい草があったんですけどもそこでオーストリッチの川とかって本当に訳わ,わかんないおじいちゃんだったんですけどもやっぱり自分の,そのポートフォリオワーカーというか今の礎になってるんですよね。人人口5000人の朝日町っっってすごくちちちゃゃな村だったんんで自分が小さいい時におじいちゃんって 煙たがられてました。やっぱり一部の人にでこうやってなんかよ。そ者を入れたりとか、いろんな。新しいことをやっていくのは街の迷惑なんだっていう。声もちらほら子供ながらによく覚えてます。でも、おじいちゃんがその祖父が2年前に亡くなった時に、その葬式の場で私号泣して思ったのは。 この人って人生に一遍の悔いもなかったんだなと思ったことだったんですよねだからそういうその過去の体験とか思い出して自分はじゃあ今やるのかやらないのかってなった時にやっぱりやる選択をしていくでそういった個人があのやっぱり大きくつながって一つの,そのコミュニティとして力をあの注いでいくっていう世の中ってすごく大事だと思うんで本当にこういう人たちと一緒にいろいろなことをやっていきたいなと思ってます今日はありがとうございましたすみません長くなりました はいえー、もう終了で出てるん、ね、で短く。<laughs> はいあの 今週です、ね、結構嬉ししいことがありましたそれは小規模保育っていうです、ね、新しい仕組みがです、ね、の基準が決まった国の審議会で決まったっていうニュースが流れたんですねで実はですねこれまで保育園というのは子どもの数が20人以上いないと認可されないっていう仕組みだったんですねでこの20人に根拠があるかないでだからあーないんだけれどもあっただから20人以上の保育園って結構大きくなきゃいけなかったので大きい保育園っていうのはなかなか都市部に作れなかった。でそれで でで待機児童につながっていっ,たってていいたうですねそういったところをですね打ち崩す20人未満の保育園でも OK だよっていう風な制度に変わったんですねでそれをですね実は3年半前に2010年4月にですね仕掛けたんです江東区でですねおうち保育園という名前でですね9人の保育園というのを始めました、えー、その家を借りてですね9人の子どもを3人の保育者で見るっていう形なんですが9人の定員に二十数人の申し込みが来た、えー、つまり成功したでそれを ですね、内閣府の官僚の方にお伝えしたら官僚の方がですねえじゃあそれいいじゃんってなってです、ね、法案に入れるよって言って入れてくれてそしてその法律が政治家の皆々様のおかげで通って子ども・子育て支援法という名前で通ってですねそして20人未満の保育園っていうのが2015年から全国でできるようになったんですねで初めはほんの小さな小さな社会実験でした本当にに試しにやっっててみたっていうことでもそれが 制度になってそして大規模問題の解決に繋がるだろうというふうに言われていますだから僕たちは多分そういう小さな試みを実践をしていくっていうことがおそらく10年後のいい日本を作るというものの会なんではないのかなというふうに思っています皆さんとともに小さな解決策解決案というものを作っていきたいというふうに思っています今日はありがとうございました、はい、は古市さん10秒、はい はい、いやいや本当安藤さん空気読まないし駒崎さん暑苦しいなっていう <laughs> まあでも2人がでも嫌じゃないのはまあ相手のああいだからその違う考えの人を排除しないで自分に自信持ってるからだと思うんですねこれってまあすごいシンプルだと思うんですけど僕自身にお換かえてもすごい大事なことだなっていうふうに思いました <laughs> はいありがとうございました 第3部全大会10年後の社会、文化、今、僕らがやるべきこと、ありがとうございました、もう一度大きな拍手をお願いいたします。